この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。今シリーズもお相手いただきますのはスポーツウォッチの長谷明成記者です。長谷さん、今節もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、5日間開催で行われますボートレースチケットショップ長洲開設13周年記念、本日初日を迎えました。いや、長谷さん、はい、連日暑かばい。本当暑い ね, ねえ、なんかちょっと天気が違うね。あ、でも、うん、今日なんかカンカン出るでしょ。そうですね、洗濯物よく乾いた。今日朝洗濯した。今日昼出勤前も T シャツ乾くもんね。あ、もうそしたらもう 2,3 時間というかそれぐらいで、うん、だからもう汗かくからもう着替えが多くなるんですよね。やっぱ練習場でも汗かいたら、うん、やっぱ選手もなんかこう汗びっしょりとか取材されたら嫌でしょ、うん、ちょっと着替えたりしてるんですよね。そんな綺麗好きだったんですね。あ、僕綺麗好きですよ。もうね、心が綺麗ですからね。まあそういうことですね。さあ、ということでね、今節はボートレースチケットショップ長洲開設13周年記念ということなんですが、長洲は行かれたこと？行ったことありますよ。意外と長崎と、はい、からね、長洲って東洋で近いんですよね。そうなんですよ。あのね、フェリーですぐこう熊本、福岡の方のね、玄関口、そう、行けるんですよね、うん、利用したことありますよ、うん、あら、長洲の JR の駅も行ったことあるし、はい、長洲港とか港も行ったことあるし、ね、フェリーで使ったことあるし、うん、はい、いや、ありますよ、ね、交通の便は特にいい街でございまして、うん、そしてね、もちろんタイトルの一部にもなってるんですが、金魚も有名です。そう、こう、イラストこれかわいいね、金魚ね。そうですね、金魚なんかなく、いいよね、金魚。いや、夏といえばね、こう、お祭りなんですが、長谷さん、こう、金魚すくいなんか得意でした？もう、得意でしたよ。よ、ちっちゃい頃もね、うん、なんか縁日行ってね、こう、すくって帰ったしね、うん、大人になってもね、ビアガーデン行ってね、うん、金魚すくいしてね、酔っ払ってしながらね、うんうん、なんか十何匹取ってきてね、ああ大変だってこと。でもちゃんと飼ってましたよ。ビアガーデンに金魚すくいあったんですよ、珍しい。金魚すくうのうまいよ、うまいよ。じゃあ今節は金魚だけじゃなく当たりもいっぱいすくってほしいな。誰か僕すくって、本当にそっちをすくってほしい。すくって長谷さんをすくって。本当7月最後ですから、ちょっともうどんどんすくいますよ。そうですね、当たりもいっぱいすくって、長谷さんもね、自分自身をすくっていただきましょう、はい。さあ、そんな5日間シリーズ、どんなか分かりませんけどね、どんなメンバーが参戦しているんでしょうか。まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ、今シリーズは総勢44選手が参戦しております。そして A1 レースはちょっと多めと言っていいですかね。多いと思いますよ、うん、いや、ね、チェックしてて、あら、 A1 結構いるなと思いました。11名、その中で地元期待が中村亮太、うん、まさか俊介がいますからね、はい、ですね。いや、中村選手は前走地優勝してきたばっかりですからね、はい、赤坂俊介もね、もう強いですからね。そうですね。ただここメンバー見ても市川哲也さん、やっぱり銘柄級じゃ銘柄級ですね、はい、ですね。そして、まあ、当時前回優勝してるのが林義則選手だったり、うん、まあ、梶野選手、那須選手だったり、はい、あともう一つ今度注目はね、はい、永田圭司、はいはいはい、今月締め切りの SG ダービーの選考期間、今ボーダーにいるんですよ。あ、なるほど。とにかく今節の5日間頑張って勝率を上げる、うん、はい、落とさない、はい、とにかく大事なところなんでね、はい、彼に注目したい。あと若手は山下君というのがいますね。そうですね、うん、なんかね、目がキラキラしましたよ。あら、いい目してた、そしたらね、息のいいレースを見れるかもしれませんね、はい。そしてね、今シリーズは、まあ、前節もね、女子戦だったんですけど、はい、今節は混合戦ということで女子選手も7名参戦しております。やはりこの時期、暑い時期というのはやっぱり体重差なんかも、暑いから回転の上がりがとにかく悪いんですよ、はいはい。で、女子は日に日に回転がこれ上がってくるので、うん、序盤よりも中盤終盤にかけては、はい、男子と女子の体重差があるんで、はい、足の差出てくると思いますよ。おー、だからいいモーター引いた女子選手の中には、はい、今節は女子力、まあ、軽いという意味でね、うん、はい、女子力発揮したいですよっていう言ってる選手もいましたね。なるほど、その辺もね、今シリーズの注目どころかもしれません、はい。ぜひ皆様もね、ご覧の出場選手一覧、参考にしていただければと思います。さあ、それでは長谷さんには初日でございますので、もちろん、はい、第12レースの発祥地選抜を予想していただきました。続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ、これ見出し読んじゃっていいですか？お願いします。ペラ絶好調宣言の長崎支部長課中村亮太。いやいやいや、あのね、この出走表にね、うん、はい、今節の、まあ、注目選手が写真入りで載ってるんですよね、スポット選手っていうのがね、はい。
そこ見たらもう最近の調子は絶好調ですねってね、ペラが当たりすぎてますって確かに近況は3場所連続優勝戦乗っておりますからね、うん、はい、新モーター4節目、うん、福岡でも彼新モーター経験してね、はいはい、こう優勝戦乗ってたりしてね、うん、プロペラ手応えはあるらしいんですよ、はい、前節の隅の上もプロペラで出たって言ってました。お、今節もね、最初のね、下ろした当ての試運転は部が悪かったのが、うん、プロペラ叩いて回転上げていって周り足良くなってますよ、ほ、周り足上々のジョーカーって感じですかまあそういうとこでしょうかねさあそんなね、中村亮太選手なんですが、まず進入動きはないと思いますよ、枠なりの3対3、うん、ただここは赤坂選手がフライング持ってるんでね、はい、どこまでスタートいけるか、まあ地元なんでいけるとは思うんですけどね、うん、ここメンバーはね、はい、実はまあ新モーターになってまだ4節目 で、うん、まあ2回しか最大で使ってはないんですけどね、はい、この林選手のこう29っていうのと、うん、赤坂選手の22、はい、これはね抜群です、もう早くも抜群、そして市川選手の43も、はい、前節の上質戦高い選手、出足もあるし良かった、いや評判でした、市川選手も昨日好感触でした、だからモーターでも2、3、4がいいですなるほど、中村選手は中堅くらいだけ昨日ペラして上向いてる、うん、はい、永田選手、梶野選手前走者初押しで見てるとあんま良くはないんですけど、うん、中田選手は普通くらいはあると思うと言ってました、なるほど、梶野選手はちょっと回転の上がりが悪いって言ってるんで今日は調整しなきゃダメでしょうね、うん、でもまあね、枠なりになるので中村選手がまあ最近絶好調というならね、はい、しっかりともうクイッと回ると思ってるので本命ですね、はい、やっぱりモーターがいい2番3番4番がいるので、うん、ここが相手と思うんですけど、やっぱり軸は林選手と思います、うん、あのいいモーターも前節藤崎さゆる選手出てましたよね、出てました、優勝戦ちょっと負けたけどね、はい、出てたんで林選手の2、3着そこにダービー勝率かかって東京が大敗できない、はい、中田選手を入れるフォーカスの6点をまず買い目出しました、わかりました、本戦の買い目は6点でございます、はい、さあそしてね、長谷さんの先ほどのお話もございましたが、やっぱ29号機これね、はい、昨日のスタート練習が終わった後、はい、この林選手のいた班の選手のほとんどの選手が、はいはい、うん、林義之選手が出てますよ、すごいですよ、うん、坂口めぐる選手が出たんですよ、はい、僕も悪くないけど林さんちょっと違うって、うん、それを林選手に聞いたら、うん、あん時って僕100から起こしたんですよ、はいはい、100のインとちょっと助走距離のあった2コースの坂口くんなのに、うん、林選手が良かったって、なんか出てるらしいですよ、ほーやっぱり、だからそこで、うまく展開ついてバック勝負になればさせば 2-1 があるのかなと思って、うんうん、ここもやっぱり印が回ってない梶野選手はちょっと切りました、 2-1 全でもいいとは思うんですけど、やっぱり、はい、あんまりね、はい、あの人点数ばっかりって言われますからねまあちょっとね抑えてと、モーターでは僕はね4番がいいので、うん、本当は2-1-4とかを厚めに買いたいんですよね、うん、やっぱり赤坂選手のこれは22番もう前回使用者清水浩二選手、はいはい、うん、出てましたもんね、ですね、赤坂俊介もペラ見てあこんな形なんですね、でも、ね、うん、いいと思いますよと言ってたんで、うん、まあ、一応狙いとしては2の頭の逆転を出しておきましょう、はい、こうしてね、買い目狙い目両方考えるともううちよりの決着がまずはね濃厚なのかなと、だって市川選手もスタート早いでしょ、はい、赤坂フライング持ってスタート来るけど、うん、市川選手が止めるんじゃないのかなと思ってるんですよ、だからちょっと内寄りのフォーカスになりますね、はい、はい、逃げるか刺すか、はい、計9点のフォーカスをいただきましたのでぜひ皆様ご参考にしていただければと思います。さあ5日間開催で行われますボートレースチケットショップ長洲開設13周年記念長洲金魚杯シリーズ5日目優勝に輝くのは誰になるのか、ぜひ皆様には初日の本日からお楽しみいただければと思います。ということで展望番組お付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷明典記者でした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。